本日ピピカラ年内ラストライブありがとうございました。ありがとうございました。このプレデビューからの期間の残りの少しの間かな、ありがとうございます。楽しいこともいっぱいあったし、ちょっと悲しかったかなということもあったんですけど、いっぱい楽しい思いといろんな経験をしました。来年からは1月6日から活動が始まります。皆さん待ってます。待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。